こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日はですね、じゃじゃーん、こちらです。リザードスキン、お盆の間に、たくさん売れてしまいまして、追加で、補充のカラーを発注してたんですが、今日届きましたんで、ほぼ全色見られると思います。残念ながらやってる間に白黒のツートンが一つ売れたんで、それはちょっと見れませんけど、あとはあります。順番にカラーの方ご紹介いたしますね。どうぞ。はい、それでは順番にカラーの方をご紹介したいと思いますね。1番目、こちらは白を基調にしたホワイトカモ、白ホワイトブルーレッドですから、トリコロールの定番ですね。隣がネオンカモ、ちょっと画面では伝わりにくいですが蛍光イエロー、当店では一番人気です。その隣が、これはメッツカラーだからメトロカモですね。はい。で、下の方行きまして、これも綺麗ですね、カリビアンカモ、リゾートカラーみたいな感じですね。隣がブラックカモ、地味だけど派手みたいなね。で、その隣は何でか知らないですけど山崎カモという名前がついてますね。下の方行きまして、こちらがライムカモ、こちらもね明るくて綺麗ですね。で、その隣がこれは何だったっけ、ダイナマイトカモ、さっきのホワイトカモと似てますが白がちょっと少ないですね。で、隣がファイヤー、違うな、ワイルドファイヤー、ワイルドファイヤーカモね。はい。その下がレッドカモ、こちらも人気ですよね。で、ピンクカモに、パトリオットカモ、で、その下が、ダークグリーン基調にしたジャングルカモ。で、隣が、これが何もないノーマルなカモカラーですね。はい。で、その隣が、ファントムカモ。ちょっと薄いグレーとホワイトですね。で、上の方行きまして、こちらが、マルーンカモ。隣が、これは何でか知らないですけど、カロライナカモという名前ですね。で、隣がブルーカモ。で、下の方行きまして、オレンジカモの次が、デザートカモ。このデザートカモは配色になってるから、この1個でもうおしまいかな。ここまでがカモカラー。次、単色いきます。オレンジの蛍光っぽいタンジェリン、それからイエロー、これ何だったっけ、ブルーじゃなくてエレクトリックブルー、ちょっと明るいブルーですね。それからネオンピンク、蛍光ピンクね。で、こちらはただのブラックで、普通のピンクが来て、それからネオンですね。こちらはカモになってません。それからこれも普通のホワイト、それからブルー、隣は蛍光グリーン、グリーンですね。はい。で、その下まであるぞ。レッド、パープル、ブラウンということなんで、ブラックとブラウンは学生さんでもリザードスキン化できるよっていうことですね。はい。で、ちょっとここにかかってませんけども、かけられなかったんで、ツートン柄ですね。こっちの箱に入ってます。これがオレンジブラックで、ブラックグレー、
それからこれ、あ、2つあるな。あ、違うな。こっちがレッドブラックで、で、こちらがレッドネイビーですね。紺です。それからタイガースカラーのブラックイエロー。これも意外とね、売れるんですね。それからおめでたい、コトブキカラーのホワイトレッド。こんな、あ、まだあるの。で、最後が、アメリカンカラーのブルーレッドですね。はい。あとは、予備の、2個あるタイプかな。はい。じゃじゃーん。ということで、今日は、リザードスキン、ほぼ全色紹介の巻でした。パチ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 。はい、どうでしたか？今なら全色ありますよ。ぜひご来店ください。それでは皆さん、さようなら。